一度アレーから右サイド柳沢オーバーラップグランダーのボール止めてから古橋中に入れる森島ヘディング決まった最後小松最後は小松が抑えました今ね古橋がいい動きしたんですよね、ツートップでね繋ぎましたよね、これね柳さんのアリーですよね、アリークロス古橋から粘ったんですよね、折島これよく折り返したですよ、それでやはりねこの小松のね位置なんですよね。